主翼前縁がギザギザ状のドッグトゥースであることがよくわかる。ドッグトゥースは翼や水平尾翼の前縁部に顕著な切り込みがあるデザインである。飛行機の主翼は機体水平軸に対してある角度を持って取り付けられており、前方から風を受けると翼の画面では気流は翼の効力を受けながら流れる。それに対し、 翼の上面を流れる気流は、コアンダ効果によって、翼に引き寄せられて沿って、下面の気流よりも早く流れることで負圧となる。下面の圧力は正圧であるため、この圧力差が揚力となる。飛行中の機種上げなどで、向かい角が大きくなるほど、揚力も大きくなるが、主翼上面の気流に、速度のばらつきが見られるようになる。そして、 迎え角がある範囲を越えると、上面の気流は、翼表面に沿って流れることができなくなり剥離する、ことで、渦を形成して、揚力の発生が消え失速してしまう。特に交代翼では、気流が、翼端に向かって流れて、境界層が厚くなり、翼の端に揚力が発生しなくなる。翼端失速が起きると一気に、 主翼全体に失速域が広がり、これが変翼で発生すると機体はスピンし、切りもみ状態となって、コントロール不能に陥り、着陸に差し掛かっていたら、墜落、軍用機での空戦中なら悲劇ついにつながる。翼端失速の対処として、スラットなどの高揚力装置、96式、艦上戦闘機や零式艦上戦闘機での、主翼翼端のひねり下げなどあるが、 ミッグマイナス15、ミッグマイナス17、それと F 86セーバーでも F 型の一部は翼う圧らに境界層分離板を設置することでアウトフロー気流を整えて境界層剥離を減じ揚力が増加することによりオクタ端失速が発生する空気抵抗を改善した。そして現在この目的で多くの高性能航空機が採用しているのが 翼の前縁の一部を突出させることで、翼上側に機体と、平行な右巻きまたは、左巻きの強い螺旋気流を発生させ、その渦が強力な風の仕切り板のごとく機能して、アウトフローを防止する、ドッグトゥースデザインである。ドッグトゥースは、ライト兄弟のフライヤー4に最初に実装されたが、このデザインが使われている。 最も有名な例のいくつかは、ホーカーハンター F マーク6や F マーク9、F マイナス4ファントム2、F マイナス8クルセーダー、F、A マイナス 18E、F スーパーホーネット、ミラージュ F1、クフィル C2、サーブ39グリーペン、アブローカナダ CF-105 などの主翼であり、F マイナス15イーグルでは水平尾翼に用いられている。なお、 イングリッシュエレクトリックライトニングの主翼に採用されている翼前縁の一部に切り欠きを入れているソーカットデザインもドッグトゥースと同様の効果が期待できる。ありがとうございます。